皆さんこんばんは。ハンサムカフェへようこそ。コーヒートーク今宵も進めていきたいと思います。トークスタート。バリスタハンサム、前回の続きから進めていきます。続ける。エンドレスが気になるんだよな。ギャラリーも、ギャラリーちょっと見ていいですか。ちょっと見てみよう。あーあー、あ、なんかいろいろ絵が、いいっすね。進めていくと解放されていくのかな。何何？ドワーフ聖者に試練。あ、失礼。ドワーフ製車に試練。想定外のライバルが現る。ドワーフが製作してる車にライバル会社が現れたのかな。母なる地球教会は森を守るために戦う、大西洋岩諸国系移民に対する政府の扱いに抗議が殺到。移民問題ですね。店を開ける。いらっしゃいませ。お、初めてだな。怪しいな。どうもこんばんは。どうも、私は連邦移民規制執行局の者だ。略してファイヤー。あー、なんか聞いた時あるね。どういったご用件で？この辺りで異星人を見かけたという話を聞いてね。違法銀河系間移民の問題を我々は深刻に捉えている。異星人らしき生物は見かけなかったか？いや、見てません。その異星人の外見は？確信があるわけではないが、何人かの証言によれば宇宙服のようなものを着ているらしい。だとしたら相当目立ちそうですけど。そうした異星人ならもっと街に溶け込もうとするのでは？余計な注目を集めないように。言えてるな。というか、これまでも偽情報によって振り回されてきた可能性はかなり高い。腐っても高度な知性を持つ生命体だ。ご協力ありがとう。もし不審な活動を見かけたら公式ウェブサイトから連絡してくれ。わかりました。せっかくですから何か飲んでいかれては？結構だ。ではお気をつけて。おー、マジか。また来ちゃったらどうしようね。あ、こいつニール。ふう、もっと用心すべきだぞニール。ん、まさか。あ、こんばんはハンサム。
よ。どうもアクアさん、マートルさん。二人でどこかへお出かけで、ここで会う約束をしていたら、偶然同じ時間に着いてしまって。何か飲むかい？あなたが先に注文する？いや、そっちが先でいい。そうですね。ミントたっぷりの抹茶を一杯いただけますか？前回廃棄しまくってたら後々苦しかったので、ちょっと慎重にいきたいと思います。ミントたっぷりの抹茶、抹茶ミントたっぷりって言ってるので、抹茶ミントミントで何ができるのか。はい、わあ、できた。マラケシュなんでしょうね。でも美味しそう。どうぞ、特製の一杯だ。あー、すごくさっぱりしてそうです。起源にちなんでマラケシュと名付けた。モロッコのマラケシュ、あそこの方はお茶が大好きだと聞きました。では味わってみましょう。あー、これは温かくてけどすごくさっぱりしていて、モロッコといえばお茶というのも納得です。あなたはマートルさん、今すぐ何か飲むかい？なあ、テータリックをもらおう。待った、テータリックってなんだ？やばい、なんかどんどん難しくなってきてるね。ヒントはないのか？マジでわからんぞ。いやいや違うな、困ったな。今までで一番ヒントがないね。まずいぞ。いやあ、ごめんマートル、わからん。ティーなのかな。いや、ちょっと、もう分かりませんね。全然違うやつを提供しちゃいそうだ。すまん、お待ちどうさま。ん？何かまずかったかい？っていうかよ、これって全然ダメだぜ。俺が頼んだもんと全く違えや。あ、すまない、作り直そう。いいってことよ。ただ二度とこういったことはすんなよ。肝に銘じよう。
あー、わかんねえ。それで、会社の方はどうですか？変わりねえな。しんどいぜ。けど、あんたらチームのおかげで、しばらく手こずってた問題に関しては大きく前進した。お力になれてよかった。研究の成果を実感できることはめったにないので、それも発表からわずか 数週間のうちに。ただ困ったことによ、あんたに助けてもらってなお俺らはバカみたいに残業しなきゃならねえ。クリスマス商戦にゲームを間に合わせなきゃいけないんでな。ああ、どうかしっかり休んでください。チームの皆さんにとってそう簡単ではないのでしょうが。へっ、お偉いさんどもはへとも思っちゃねえぜ。残業は強制じゃないとか、家族と過ごしてしっかり休んでほしいとか。けどよ、みんな知ってんだ、任意の残業ってのはたちの悪い武器でさ。俺らはどのみち会社に長く残るしかねえ。てめえだけが先に帰っちまったら仲間に申し訳ねえもんな。罪悪感を感じるんですね。とてもよくわかります。認めたくねえけどな。けどま、罪悪感ってやつさ。私がお力になりたい。せめてあなたを励ましたい。残念ながら私にはうまく助言できません。私もまた罪悪感に苦しんでるから、余計なことに対してまで。けどもっと辛いのは何だと思います？業界の実績はよく知ってますが、悲しいのです。私が一番大好きなシリーズがそうした犠牲から生まれていることを知るのは。しらけさせちゃってごめんなさい。気にすんなってアクア。俺の体調はそんなに悪くねえしよ。それに会社からは十分な手当をもらってら、健康保険にボーナスによ。それにもう慣れっこだしな。だから俺のことは心配すんなよな。過酷な労働環境に慣れてしまってはいけません。よう元気出せって思い出しな。あんたの研究のおかげで俺らはすげえ助かったんだ。おかげで今後の開発はずっと楽になりそうさ。そういや、あんたのゲームはどうなってる？実は嬉しいお知らせが。なんだ？今年のマックスウエストへの出展が決まったんです。そいつはすげえや。おめでとうさん。ありがとうございます。今度はどうした？まだ最終的なお返事をしていなくて。どうして？さっさと受けちまえよ。他のインディーに枠取られちまうぞ。そのまだ自信がなくて。何がネックだ？費用か？インディーブースは無料です。ならいいじゃんか。シアトルでやんだろ。旅費を考える必要もねえ。言うことなしだろ。ですがあまりその自信が。あんた選考を通ったんだろ。だったらクオリティは保証されたってこった。確かマックスの審査員はゲーム業界の名だたる面々だぜ。それとベテラン記者たちだ。はい。けど前にもお話ししましたが、私のゲーム普通のゲームじゃないんです。それにマックスには何万人ものお客さんがいらっしゃいます。フルメタルコンフリクトといった対策ゲームを期待して。どのゲームにもマーケットがあってよ。あんたのはインディー市場だ。ちゃんと分かってる客が来るって。ゲーマーってのはバカじゃねえんだ。けどアンチが来たらどうしましょう。私のゲームとか私の悪口を言う方が来たら。そんなことは起きねえって。ネットじゃなくて展示会だからな。リアルな世界のやつらってのはずっと優しいぜ。それに今度のイベントはずっと一人なんです。そいつは確かに困ったな。たくさんの方に会うだけでも恐ろしいのに、4日間もそれを続けないといけない。私の赤ちゃんをみんなに見せないと考えただけでも恐ろしくて。
あのよ、はい、今んとこ俺はその頃暇してんぜ。マックスの頃までこんな感じだったらあんたの出店に付き合ってやるよ。いえ、そんなのダメです。たとえお暇だからってせっかくのお休みがもったいないですよ。休息などに使ってください。いや別にいいぜ。どのみちイベントには行くつもりだったし、出店者パスももらえんだろ。あなたの会社のブースは？心配すんな、人なんて腐るほどいる。リーダーに今年はパスって言うだけさ。けど俺が付き合ってやる。あんたがどう言おうとな。分かりました。よし。でゲームのプラットフォームはよ、パソコンとスマホで、私有版はできてんのか？私有版？完全版を展示しようって気じゃねえだろうな。そのつもりでした。やめとけ。私有版に入れとくべきフューチャーをまとめてガイドラインを作ってやる。今ゲームは持ってるか？スマホに入ってます。ビルド送りましょうか？頼む。では受け取ったぜ。どれどれ？誰が来た？あ、やあレイチェルさん、どうもハンサム。うん、どうしたんだい？なんでもないよ。リハばっかりで疲れちゃって。近々コンサート？これって明日発表だからまだ内緒だけど、来週のコーチェラに出演するんだ。コーチェラ、なんか新聞に書いてあったな。今から出演者を増やせるのかい？そうなの、発表時期としちゃ遅いから、ま、控えてっとこうかな。なるほど。それでも国内最大のフェスじゃないか。そうだよ、私めっちゃ興奮してんの。あれかな、音楽イベントかな。とっても甘い特別な一杯でお祝いしちゃおっと。なーに？何にしようか？甘いココア。まだわかる。甘いココアね。めっちゃ甘いココア。甘みを出していきたい。これ甘みマックスだよ。甘いココだ。お待たせ。ありがとう。どうだい？悪くない。特別じゃないけど、ま、十分かな。あー、また間違ったな。何かあればいつでも呼んでくれ。どうも。ロード画面のヒントの他には客のプレイ時間に上限を設けとけ。ほい？お客さんががっかりしません？かもな。けどよ、反応が良けりゃ客があんたのゲームで遊ぶために列を作っちまう。長いこと待たせたくねえだろう。納得です。そういった条件を設けたくねえならいいとこで終わるデモにしときな。客の興味を引けっからさ。なるほど。パパ？あ、ここで何やってんの？さっきスタジオであんなことあったのに？心配だった。スタジオの近くでは見つからんから、きっとここだろうと思ってな。この店は他のお客様もいらっしゃいますし、
ほーらね、また騒ぎを起こそうとしてる。申し訳ない、ハンサム。君に迷惑をかけるつもりは。パパは謝って当然だけど、私は別に悪いことしてないし。とにかく何か注文しようか。何にしますか？おすすめあるかね？スパニッシュサハラはいかがでしょう？お、それはなんだね。基本的にはミルクと生姜入りのココアです。美味しそうだ。スパニッシュサハラをいただこうか。できた。はい、お待たせしました。ん、これはすごく美味しいぞ。お気に召されてよかった。パパ、なんだそれ。飲んだら家に帰ってよ。お前があの役立たずの変態男と別れるのが先だ。モリスのおかげでここまで来れたの。モリスのことは知っとる。あいつは善人ではない。業界は変わったのパパ。20年前とは違うんだって。それにパパがいない間にモリスだって名前をあげたし、大勢のトップスターを育て上げたんだよ。業界内には今も知り合いがおる。あいつは大して変わっとらん。仮に変わったとすれば悪い方へだ。パパって病気。まずファンが私を傷つけないかビビってる。次に業界そのものにビビってる。今度は何？私たが？なんかおかしいね。吸ってる空気にビビって家に閉じ込めちゃう？お前は幼すぎてわからんのだ。だったら教えてよ。こんなんじゃちっとも学べない。もっとマシなやり方があるでしょ。ママから何にも学んでないの？15年も一緒にいてさ。なのにパパは何も学んでない。自分の娘にどう接したらいいのかだって。レイチェル、すまない。だがわしはわしなりに努力して。努力が足りない。だって今のパパはみんなを困らせてるだけだもん。私もパパ自身も他のみんなも。分かっとる。だがチャンスをくれ。そうとも、学ぶには時間がかかるが、わしは確かに学んでいる。あるいは業界復帰してもよい。わしがお前のマネージャーになろう。パパ頭大丈夫？だってブランク長すぎっしょ。言ったろ、わしには業界の知り合いがおる。そこまで感覚は鈍っちゃおらんさ。無論新たに覚えるべきこともあろう。だがそんなの無理だってパパ。分かってるくせに。アイドルグループからソロへの転身は結構大変だったし、もたもたしてたら今の勢い全部失っちゃう。わしがマネージャーになるのが嫌なら、せめてモリス以外のやつを選ばせてくれんか。それはダメ。レスターさんは今が一番脂が乗ってんの。私はあの人にかけたいんだ。だからね、あまり考えすぎないで。これって私の決断だし。さ、もう家に帰って。そんで寝て。んでもって二度とスタジオには来ないで。私はスタジオへ戻る。フェスのお稽古をしなきゃだし、数日後には本番だもん。ソロアーティストとして名前を売る絶好のチャンスなので。いつ家に帰るのだ？わかんない。レーベルが取ってくれたホテルに泊まるから。だがわしは。またねパパ。
松野田レイチェル。ちょっと失礼するハンサム。大変やな。騒がしくなって申し訳ない。そんな謝らないでください。ああこっちはこっちで忙しかったしな。え、あの口論を聞いてなかったんですか、マートル。もち聞こえたさ。スルーを決め込んでたけどよ。どのみち俺には関係のねえ話だ。すごいです。何がすげえんだ。私にはそんなことできません。周りがあれだけ大騒ぎなのに目の前のことに集中できるなんて。それって俺の意見はそっちのけで、あいつらの話に耳を傾けてたってことか。あうあうあうあ。いえ、ちゃんと書き留めました。ほらな、気づいてないだけさ。しっかり目の前のことに集中できてた。確かにそうです。自然に身についたのかも。大家族に生まれたことが役に立ったみたいです。ああ、無意識に何かをやってるときはたまにはあんぜ。ところで、おめやも帰んのか。はい、もう遅いですし。ウィス、ハンサム、俺らは帰るわ。楽しい時間を過ごせたといいけど。今夜もお飲み物ありがとうございます。気をつけて帰ってくれ。帰ってもうた。例えばフレイヤいないな今日。さてと、今夜はこの辺で店じまいをしようかなと思ったが、あ、お戻りですが、ヘンドリーさん。大丈夫ですか、ヘンドリーさん。おう、ああ、うん。わしのことは気にせんでくれ。レイチェルさんには追いつけました。いや、見失ってしもった。それは残念ですけど、娘さんはきっと無事です。そう願いたい。ところで、つかぬことをお伺いしますが、ん？レイチェルさんとの言い争いの中で一つ引っかかっていて。なんだね。どうして音楽業界を去ったんです？うん、昔を思い出してしまうな。気が済まなければお話ししなくても。あ、いや、かまわん。わしは20年前に業界を去った。ちょうど世紀の変わり目にな。当時はガールズグループが人気での、90年代に大ブームが巻き起こったが、その頃も勢いは残っていたのだ。あの頃わしは家内と出会った。家内はレコード会社で働いていて、その縁で知り合ってな。わしは家内と結婚し、身を落ち着けた。静かに暮らしたくなったのだ。ガールズグループのマネージャーでは平穏は見つからないと。無論だ、とんでもない。政治もある、業界の闇もひどいものばかりだ。だがわしが一番答えたのはファンだ。ファンたちの悪いファンは最悪だ。女のファンは推しのアイドルを追いかけ回し、いずれとんでもないことをやらかす。例えばスターの私生活を真似したり、家族をほったらかしにしたり。男のファンはもっとひどい。妄想を膨らませ女の子たちを性のはけ口に使うのだ。合成写真にストーカー、実際に女の子を襲ったやつもおる。インターネットのなかった時代だぞ。いや、インターネットはすでにあった。ただ今ほど盛んではなかったのだ。わしが嫌がらせを受けたのではないが、深く心を痛めての平穏を得るどころか、当時はまともに眠れんかった。睡眠不足は猫にとって命取りでな。今は何のお仕事を？結婚してから妻と二人でレコード店を開いた。小さな店だが、特定のマニアに愛されているのだ。小さな家族を養っていくには十分だ。
今でも音楽業界の知人と連絡を取ってるとか。ああ、たまに店へやってくる。それと土地に、ああ、それと年に一度は皆で会っとる。大抵はわしの店でな。ぬ、もうこんな時間か。わしも家へ帰らねば。一人で帰れますか？心配するな。わしは老練の猫。老練っていうのかな。大抵の人間が思うよりタフなのだ。ではまたな、ハンサム。親子喧嘩を店に持ち込んですまなんだ。お気になさらず。うむ、では失礼。ビターハート、隠れたい影をお探しの時に。何を言ってるんだがわからない。